はいどうも、パープンテー J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回はファンマタ J 上陸と、そしてアンデルソン・ロペスはサウジ移籍かと、いう2つの話題ですけどもね、やっていこうと思います。よろしくお願いいたしますと、いうことで、まあファンマタ上陸、まああのファンマタ、まあ僕ら世代のね、おじさんというか、まあ僕も34ですけどもね、から知ったら、ああのファンマタが来るのかって、そして35歳なのかって、ああ僕とファンマタ1歳しかね、年齢的には差がないのに、なんでこんなに人生差がついたかとか、なんか思うところもあるんですけどもね、ちょっとネガティブになっておりますけどもね、ファンマタさ、見れるとちょっと楽しみですけどもね、で、なんで今ね、僕も急なネガティブが発動したんでしょうかね。で、アンデルソン・ロペスはサウジアラビア移籍かということで、マテウス選手がね、移籍したクラブでしょうかね、移籍かというところで報道出たんですけども、しかしということで、実はこの移籍は実現しないんじゃなかろうかっていう話もありますんで、じゃあ今回この2つの話をやっていこうと思います。よろしくお願いいたしますと、いうことでこちらで移籍報道も、しかし今残留かということで、アンデルソン・ロペス選手の話にはなってきますけどもね、アンデルソン・ロペス今シーズン17得点挙げて、これがリーグ2位ですね。まあやっぱりリーグ17得点決めているんですけども、やっぱ上には上がいるということで、まあ大迫選手がもっと点を決めています。まあ本当にアンデルソン・ロペス元気に17得点決めていてね、優勝争いの原動力にはなっておりますよね。で、一応左出してるのは今シーズン主なメンバーには、なってきます。主なメンバープラス、まあ、ナムテイ選手とか加藤選手とか、まあ新規加入組を加えた表にはなってきますけども、一応全員は名前出しておりません。で、この移籍報道が出た後ですね、すぐに横浜エクスプレスさんが記事を公開と、ね、いうことで、本当に横浜エクスプレスさんは、ね、記事が早いですよね。毎回そうですけどもね、それこそエドラド選手の移籍の時もそうですし、で、あとはそう、藤田ジョルチマ選手の移籍の時もそうですけども、割と早くこうね、まあ、結構そういう移籍報道に関してはすぐこう記事が出る印象でございますけどもね。で、一応これタグマさんで公開はされております。で、僕一応タグマさんのあのね、有料コラムが見られる、まあ、サッカーパックですね、サッカーパックに加入しているんでね、有料記事部分も、見ました。で、これ無料公開部分でね、まあ、結論から言うとね、おそらく残留するんじゃないかみたいなことを言われておりますんで、まあ、そこの話はしていいのかって感じがします。もちろん有料の部分に関してはですけどね、有料部分に関してはここで話すわけにはいかんとね、有料の部分をこの YouTube で話すなんて、そんな常識がないことは僕はしないというところなんで、まあよかったらですけどもね、動画概要欄にタグマさんのリンクは貼っておりますんで、そちらから、まあ有料部分とかね、まあ無料部分のところも、よかったらというところになってきますけどもね。ということで、まあその記事の内容を、まあ、簡単にまとめると、本当にざっくばらにまとめると、まあ、書いてある通り、あのまあ残留するんじゃなかろうかというところになってきます。じゃあなんで残留するかっていうところは、もう本当そこは記事を読んでくれというところになってきますけどもね。で、本当ね、あ、そういうことで、ね、そういうことだったんだっていう感じがしますけどもね。まあ、アンデルソン・ロペス選手ね、やっぱね、チームの得点源ですし、で、こんだけ活躍すればやっぱりね、 ACL も始まりますんでね、やっぱアジアに向けた戦い、そこでマリノスからしたらね、出すわけにもいかんし、さっきも言った連覇っていうところを考えた時にはですけどもね、こんなに素晴らしい選手を、出すわけにはいかんといったところでしょう。本当に安定して J で結果を残しておりますし、まあ言うてね、広島時代からね、日本ではプレーをしています。まあそこから多分しばらく空いたのかな、日本でのプレーはしばらく多分空いたと思うんですけれども、しかしまあ広島時代よりも、マイナスで抱えてるね、アンデルソン・ロペス選手にはなってきますんで、ただね、言うてやっぱアンデルソン・ロペス選手がもう本当ね、活躍し始めたのってこの 1,2 年なんですよね。もう昨年ぐらいからやっぱりこう活躍し始めてね、そこから優勝の原動力になるということなんで、まあやっぱりもう J リーグでね、1年半活躍すれば外国人選手ってね、引き抜かれんだなっていうのは感じます。まあこれがだからアンデルソン・ロペスがもう昔からこうね、いろんな国で実績残して、で、まあもう日本でもずっと結果残してるっていうならまだわかるんですけども、言うてまだ日本で1年半、まあそれでもやっぱ素晴らしいんですけどもね、それでも素晴らしいんですけども、しかしまあ1年半結果残したら、やっぱこういう引き抜きに合うというかね、やっぱ移籍の報道は出るのかなっていう感じがしております。で、多分本当に表だったね、報道がないだけで多くの選手が今狙われてるんじゃなかろうかというところで、サウジアラビアの移籍は一応ね、9月20日らしいんでね、そこまでは引き抜きに合う可能性が高いと。で、考えた時にはこれ、アンデルソン・ロペスがこれね、横浜エクスプレスさんの記事通り、まあ残留するんじゃなかろうかっていうところであればですけどもね、もしかしたらターゲットが変わった可能性がありますよね。
で、まあ、完璧にやっぱ最近の、ね、この中東の動きを見ると、まあ、J リーグでプレーする外国人選手に、目がいってる感じがします。で下の方ねターゲットは変わった可能性って、書いてあります。一応サウジの移籍期限は9月20日まで、可能ということなんで、まあ、引き抜きに合う可能性はゼロではなくて、で今回だから本当にアンデルソン・ロペス選手の移籍の噂っていうのがなくなる、まあ、報道通りは移籍のオファーはしたんだけども、しかしまあこれ、ね、消滅となればですけどもね、代わりにまあ別の、ね、日本でプレーする、選手、外国人選手が今度は中東の、ターゲットになった可能性がある。ちょっとねアンデルソン・ロペス取れなかったな、じゃあちょっと J リーグから、別の選手をねみたいなことはこれ十分、あり得るということで、これ過去にあったのがディエゴ・リベラ選手ですよね。多分何年か前、2年か3年ぐらい前かな、多分3年ぐらい前かなのねシーズンオフ1月ぐらいにディエゴ・リベラ選手の移籍報道が出たんですよね。で、そのディエゴ・リベラ中国かな、中国の方から、ディエゴ・リベラ選手オファーが来て、でしかしあれもだからね移籍するんじゃないかっていう話だったんですけど、結局、ね、その中国から、オファーが来てそれは断るということで、結局ディエゴ・リベラ選手はそのまま FC 東京残留となって、ね、あこれで終わったかと思ったんですけども、まあ、しかしその後ターゲットになったとある選手がいまして、じゃあディエゴ・オリベイラがダメならじゃあ日本で活躍したあの選手だって言って獲得されたのが、レオナルド選手ですね。元ウラレッツのレオナルド選手はディエゴ・オリベイラ選手の、まあ、代わりに中国へ行ったっていう経緯が、これだからね報道のベースなんでね、ベースは報道なんで本当とか分かりますか、これ本人の口から聞いたわけではないんで分かりませんけど、一応当時の報道の、まあ、あれで言うとですけどもね、そこを元に話すのであれば、ディエゴ・オリベイラ選手の移籍がなくなったから今度は、ターゲットがレオナルド選手に変わって、ウラレッツは、ね、シーズン開幕前にめちゃくちゃ痛い、ね、放出を、せざるを得なくなったみたいなところは、ありますんでね、まあ、だからターゲットが変わった可能性はゼロではない。アンデルソン・ロペスの代わりに他の J リーグで活躍する、ね、外国人選手を取るみたいな可能性はまあゼロではないのかなという感じがしておりますけども、ただまあ、ね、今年で言うとだから、ね、あのユンカー選手も中東からオファーがあったみたいなことも聞いておりますんで、確実にやっぱ、ね、中東のマーケットというのは日本で活躍する、外国人選手をターゲットにしているというところなんで、まあ、ちょっと今後の動きというところですけどもね、まあ、また見ていこうというところになってきますけどもね、はい。J2 専門チャンネル、そしてゲーム実況チャンネルは動画概要欄からよろしくお願いいたします。でファンマタ獲得と、ね、いうことで、まあ、ヴィッセル神戸、ね、ファンマタ、あのファンタジスタ系の選手、まあ、やっぱり見ていて面白いですよね。まあ、ファンタジスタ系なんだけども、しっかりこう、ね、まあ、動けるし、スピードもテクニックも一定程度あった前世紀にはなってきますんで、まあ、クラシカルな、ね、このファンタジスタでは、ないんですけどもね、まあ、一つ前のファンタジスタというかパサータイプの、まあ、選手なのかなという感じが、しております。本当視野も広いし、ね、まあ、ゲームメーカーとしてプレイしてた選手にはなってきますよね。まあ、僕バレンシア時代からファンマタ好きなんですけどね、バレンシア時代はもっとこうスピードで、ね、やっていくみたいなイメージもあったんですけども、こう徐々にやっぱ、ね、ベテランになって、ね、プレースタイルを変えていったイメージがありますけども、このファンマタ選手ですね。で、まあ、もうご存知の通り元スペイン代表ミッドフィルダーですよね。で、まあしかしね、今の神戸に合うかどうかですよね。どうなんだろう。ファンマタが今のね、ヴィッセル神戸で求められている守備の強度っていうのを表現することができるかどうかで言うと、なかなか難しいものがもしかしたらあるかもしれません。まあ斉藤光希選手の、まあ、怪我が、ね、あったんで、そのまあ多分斉藤光希の怪我があろうがなかろうがファンマタ来た感じがしますけどもね。多分斉藤光希の代わりはこのベーチェ選手、ちょっと僕もこの選手はほとんど情報がないというか、まあ一定程度まあ情報はあるんですけども、実際こう見てね、プレーを見たことがないんであんまり言えない。僕はこうやっぱ自分の中ではですけどね、一応自分の中のマイルールとしては、こう何か話すとき、特に選手に関して話すときはやっぱこうね、まあ、情報だけじゃなくてやっぱり実際目で見て、ね、話をしたいというのがありますんで、まあ、大体こういう選手なのかなっていうのは、まあ、いろんな調べたら出てきましたんで分かるんですけれども、しかし今実際ちょっと見てみないと分からんというところなんで、まあ、ベーチェ選手、昨日発表されたベーチェ選手に続いてですけどもね、ファンマタ獲得と、ね、いうことで、どうなんだこの補強は、ねえ、まあ、なんだかんだでだからヴィッセル神戸ね、結構夏に動きましたよね。まあ、結果として日高選手は帰ってきて、ね、新井瑞希選手獲得して、ファンマタ獲得で、ベーチェ選手獲得と、ね、いうところなんで、まあ、動きは活発だった、ヴィッセル神戸なのかなという感じは、します。まあ、セルヒオ・ラモスは来ませんでしたけどもね。ということで、まあ、斉藤選手の怪我から、まあ、素早い動きを見せたんじゃなかろうか。本当でもただ斉藤光希の怪我うんぬんかんぬんよりも多分なんか、来ていた感じはしますけどもね。でだからね、さっきも言ったね、守備強度の問題がどうしてもあります。年齢的なところもあ
ありますんで、まあどうなんだ、またちょっとこれね、フロント主導の補強であれば吉田監督は頭を悩ませるんじゃないか、ようやくねイニエスタ選手の問題じゃないですけどもね、そこがね解決した後はまたファンまた獲得ということなんで、まあおそらくはインサイドハーフで使われるか、まあウィングの可能性もゼロではないかと、まあ、スピードはちょっとやっぱ前世距離は多分落ちているでしょうしね、ということ なんかね年俸的には1億なんぼらしいですね、年俸換算で1億なんぼで残りのシーズンだから3000何百万みたいななんか出された方がいましたけどもね、まあてことでまあ、うん、安くはない、まあ1億なんぼなんで高い年俸なんですけど、一応まあ移籍金ゼロなんでね、まあちょっとただねサッカーファンとしては見てみたいですよね、まあ一サッカーファンとしてこのファンマダ選手がどんだけ J リーグでやることができるかどうかちょっと見てみたいんで、まあそこはちょっと楽しみにしておりますけどさ、ただやっぱチームスタイルの問題がありますんで、そこはねどういう風にフィットしてるかちょっと見ていこうと思ってますけどもね、はい、ってことが以上になりますね、以上プロプンテジェルサッカーチャンネルのつつんでした、よかったらチャンネル登録します。